ベスト16が出揃ったユーロ2024各国の勝率がこちら。左の山。右の山。まあ妥当な数値、イングランド代表が80にあるの不思議。イングランドはよくて60くらいだと思う。やっぱどう考えても左側だけで十分。イングランドいいところ入ったよね。イタリアとスイスだけ大接戦で草。デンマークの仕上がり考えるとドイツもなんか危ない気がしてきた。散々批判されてるサウスゲートちゃっかり決勝まで進みそうなの面白い。なんといってもフランス VS ベルギーは大注目ですね。サクッとこの辺でイングランド負けたらおもろいけどさすがにないか。あんな眠くなる試合しときながら右側にいるサウスゲートなんか出てない。